えーどうも、こんにちは。水ニャんです。今日はですね、えー、髪の毛をブリーチして、えー、金髪に染めてみました。で、まあ、これもね、多分4年か5年ぶりぐらいの金髪なんだけれども、ちょっとね、こう、はっちゃけようかなと、で思って、で、髪の毛をですね、金髪に染めてみました。で皆さん、えー、僕がね、金髪にこう染めてどうでしょうかね、かっこよくなりましたでしょうか それともこうダサいでしょうかまあ、どっちかわからないけれども、ま、あはっちゃけようかなと思ってね、えー、今回、ま、金髪にこうしたわけなんだけれども、ま、あね、まだ、あの、これ1回目のブリーチですよ。で、あともう1回ブリーチして完全にこう色抜いて、それからま、あまたね、えー、カラーかなんかで色入れようかなと思ってるんだけれども、まあ、気分転換と、気分をね、一新したいということで、まあ、こういうね、えー、髪の毛の色にしてみました。 で、まあ、本日の動画なんですけど、ニュースでもご覧になった方は多いと思うんですが、ラファエルとよくコラボしていたドン・キホーテの前社長で、大原前社長がインサイダー取引に関与していたという疑いで逮捕されました。で、まあ、これはちょっと前の話なんだけれども、結構ツイッターのトレンドにもこう乗るぐらいね、まあ、たくさんの人が知って、でなおかつ興味持ってるんじゃないかなと。 で、まあ、インサイダー取引ってじゃあどういうものなのっていうのをね、簡単に説明すると、会社の内部の情報を知り得る立場にいる人間が、情報公開前に株式売買を行うことを指します。で、このドンキホーテの前社長は、おととし10月にショッピングセンターのユニー株をユニーファミリーマートホールディングスからえドンキホーテが買収して、完全子会社化する。 それを受けて、ユニーファミリーマートホールディングスが、ドンキホーテ株を20%取得して、資本業務提携を結ぶという計画の発表をした。で、発表前のおととし9月に、で、前社長の知人に対して、ドンキホーテ株を購入するように推奨したとして、金融商品取引法違反。で、ね、取引推奨の疑いがかけられて逮捕されたということです。で、まあ、一般的にですね、 じゃあその大企業と大企業が資本提携を結ぶってなるとさ。で、まあ今後ね、えー、よりなんかそのビジネスとして面白くなるんじゃないかということで、まあ普通に考えたらね、まあ株価が上がることが多かったりとか、まあ株価が上がることが多いケースがあるんですよ。なので、まあその今回ね、まあ大原前社長は、で自分の知人に対してドンキホーテ株を購入するように推奨した。 で、実際にドン・キホーテとユニーファミリーマートホールディングス。まあ今はね、ファミリーマートになってるんだけれども、で、そこが資本と提携業務をね、結ぶ、そういう発表をするから、そうなると株価が上がるでしょっていうことで、まあ推奨したということだよね。で、実際ね、まあそれを、まあ、聞いたこう知人の人が、76,500株を購入して、で、およそ数千万の利益を得たということだった。 で、まあ、ドン・キホーテ株をね、えー、7万6,500株ということは、まあ、当時の、こう、時価で考えたら、まあ、ざっくり4億以上だと思うんだけど、で、まあ、数千万の、こう、利益を得たという、えー、話ですね。まあ、なぜね、えー、今回の件で、えー、ラファエルに注目が集まっているかと。実はね、ラファエルに対して注目がものすごい集まってるんですよ。 で、今回ね、こう、逮捕されたドンキホーテの前社長、大原前社長は、何回もラファエルの動画に出演して、ドッキリ企画をかけられている。で、まあ、実際にね、えー、ラファエル、そして、えー、野田聖子さんかな。で、あの、議員さんね、と、えー、あと、大原、ね、前社長の3人で、えー、会食してる写真とかが、実際にね、えー、ネット上にあったりとか、ま、していて、まあまあ、親しい関係なのかなと。 でえ、思われてるわけですよ。で、まあ、大原前社長は、まあ、ラファエルに対して、まあ、2000万の、そのね、ベンツ S クラスをプレゼントするとか、まあ、そういう関係だということでえ、ひょっとしたらラファエルなんじゃねえのみたいな、声が一部ネットでは上がってる。で、まあ、この件についてね、まあ、僕がどう思っているのかについてなんですけど、まあ、ラファエルがね、まあ、インサイダー取引に関与してることは、まあ、ないと思ってます。で、なんでかというとね、 やっぱり大企業の社長クラスになると、まあ、交友関係も広かったりとかさ、で、付き合いとかもね、あったりとかするわけじゃん。だから、まあね、ラファエル、そして、えー、大原前社長の、ね、その二人のツーショットであったりとか、動画のコラボがあったからといって、まあ、そのね、大原前社長が株式購入を推奨した相手がラファエルだと決めつけるのは、僕は軽率じゃないかな、というふうに思ってる。 ねえ、ま、ラファエルもラファエルでさ、ま、うさんくさいキャラクターだからこそ、ま、あちょっと疑われてもしゃあねえんじゃないかなって思うところあるんだけれども、ただ、ま、あさすがにね、ま、あそのうさんくさいからと言って、ま、あそんなことやるかねって。普通に、だって犯罪だし、インサイダーなんて、ま、あ世の中にね、ま、あはびこってることはあるけど、ま、あぶっちゃけた話ね、ま、あそう、捕まるときは捕まりますよ。 で、ま、今回ね、ま、東京地方検察庁の特捜部ということで、ま、普段ですね、ま、政治の汚職であったりとか、ま、財政界の事件であったりとか、ま、そういうものをですね、扱うような、ま、ところがですね、扱ってるわけです。ま、特別、ね、特捜か、特別捜査部って言うんだけれども、はい、そういうところが、ま、扱っているということで、ま、結構ですね、大きい事件ですよねっていう話です。で、ま、特捜が動く っていうことは、まあ多分それなりに証拠があったりとかしてるんだと思うし、で、まあ今回ね、ドン・キホーテの前社長、まあ容疑を否認しているみたいなんだけれども、まあ特捜案件って基本的にね、あの無敗神話って昔ありまして、で、特捜案件って基本的にね、特捜部が裁判で負けることってのはないんですよ。東京地検特捜部はなかったんですよ、全然。なんで、まあ今回も相当だから、こう、裏取りをした上で捕まえたんじゃないかなと。 いうふうにね、えー、僕は、えー、思っております。で、まあ、ラファエルに関しては、正直、まあ、疑われてるかわいそうだなって思ってるし、でなんでね、えー、その、まあ、大原社長、前社長とのコラボ動画、一本ね、まあ、削除してるのか、まあ分かんないけれどもね、まあなんか、あの不都合なことがあって削除したのかで、それともちょっと適切ではないかなと思ってこう、ラファエル自身も削除したのか分かんないけれども、まあ、一本ね、消えてるんだよね。 で、まあ正直ね、まあラファエル自身もうさんくさいキャラクターだから、まあ疑われてしまうっていうのはあるかもしれないし、で、まあ実際お金持ちじゃないですか。で、今回もね、大原前社長から購入推奨されたこう知人はドンキホーテ株を4億円近く買っているわけで、まあ超お金持ちなわけですよ。4億もね、ドンキホーテ株買えるっていう人はね。なんで、まあその YouTube 上でもこうお金持ちだって言って、まあ引け高している、まあラファエル自身が疑われちゃうのかなっていう。 まあでもな、かわいそうだよな、インサイダー取引に関わってるっていう、こう、疑われるだけでもね。なんで、まあ皆さんね、まあ今回、こう、ラファエルは、あの、インサイダー取引とか僕はしてないと思うし、てかしてないでしょ、ということなんで。まあ <laughs>、ただね、まあラファエルもラファエルで <laughs>、まあうさん臭い人とね、ちょっと関わってんなって、いう感じです。はい。 まあ、ラファエル自身がちょっとうさんくさいところがあるからそういうところってしょうがないと思うんだけれども、やっぱりね、あの、お金を持ってる時ってのはこういう時にね、疑われてしまうからちょっとかわいそうだなと思ってます。で、まあ、ラファエルに関してはね、ちょっとなんか怪しいやつがまた一本ちょっと見つかっておりますので、まあ、そっちの方をですね、えー、頑張っていじり倒したいなと、で思っております。まあ、ラファエルの怪しい話っていうのは別に、あの、今回のインサイダーの話とかではなく、 全くあの別件で、ね、なんかあの歯のホワイトニングの話がちょっと面白そうなんで、そっちの方はですね、掘り下げて、で、なんか面白いものが見つかったら動画上で、えー、公開したいなと、では思っております。で、今回の、えー、動画なんですけれども、ラファエルとよくコラボしていたドン・キホーテの前社長が、インサイダー取引に関与していたという疑いで、えー、逮捕されましたと。 いうような、えー、話で、えー、ございます。で、それで、えー、ネット上でこう、なぜかこう、ラファエルが疑われているという、なんか意味わかんないようなね、話になっているということについて、えー、述べさせていただきました。ということで、えー、以上、ミズニャンでした。じゃあね。